キングドームはアメリカのワシントン州シアトルにかつてあった多目的スタジアム。NFL シアトルシーホークスが1976年から1999年まで、MLB シアトルマリナーズが1977年から1999年まで、NBA シアトルスーパーソニックスが1978年から1985年まで、ここを本拠地にしていた。所在地が キング軍だったことから、キングドームと名付けられた。正式名称は、キングカウンティドームドスタジアムである。北米三大プロスポーツすべてのオールスターゲームを開催した、史上唯一のスタジアムとして有名。2000年の爆破解体1994年7月19日に、キングドームの屋根が崩落する事故があった。シアトルマリナーズの試合開始4時間前に、26ポンドの 重さのタイルが4つ落下した。マリナーズは、その後232日間に及ぶ長期ストライキで、短くなった1994年のシーズンのうち、15試合ロードで、戦わされることとなった。2000年3月26日にコントロールド、デモリッションにより爆破解体された。爆破解体の模様は、ESPN クラシックで生中継された。 コンクリート製の建造物の爆破解体としては世界最大だと言われている。現在、跡地にはシーホークスの原本拠地センチュリーリンクフィールドが建っている。ありがとうございます。